リちゃん、どこ乗ってんのあんた。ほら、降りや。降りや。ちょ。じゃあ行ってくんで。バイバイ。バイバイ。Thank you, double baby.どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。なにわのイムロックです。はありがとう。というわけで、本日も頑張ってまいりたいと思います。この1ヶ月ディスク生活、いやー、パーラーの状況はやばい。今日も一応10時前なんですけれども、もう閑散としてますね。本当にそろそろもうやばいかもしれないですね。こんな変なおじさんがね、ディスク売ってても。え、変なおじさん。あ、変なおじさんだから変なおじさん。あ、変なおじさんだから変なおじさん。だふん、だふん。すいません。いやー、志村けんさんも亡くなったしね、本当にね、好きでしたよ。ね、楽器の頃からずっと見てて。うん、まあ、ディスクアップですので、どの店ももう設定1だと思いますからね。いつものホームで今日も頑張っていきたいと思います。ただ今月最終稼働になりそうなんですけれども、なんとですね、まあコロナウイルスの影響がありましたんで、5月は 1,2,3 回行ってるんですけどね。それで、なんで負けてんの。それで10万3000負けてますね、3回で。ちょっとね、今日ぐらいはやっぱり勝たないとまずいので、はい、ぜひ応援してください。よろしくお願いします。はい、というわけで本日も頑張っていきたいと思いますんで、ぜひ最後までご覧くださいませ。行ってきます。Yeah!
Set right!
したんじゃん。Come on! Woo!
お疲れ様でした。疲れました。途中ね、こう波に乗るかなっていう状態に突入したんですけどね、あそこで乗り切れなかった、まあ、自分のね、これが、まあ、あかんかったっていうことで、まあ一応今日はなんとかね、プラス300枚ちょっとかな、勝てましたけどね、まあきついです。コロナの影響で本当に厳しいですね。ただディスクアップはまあほとんどの店がコロナとか関係なく設定位置だと思うんでね、関係ないと思いたいんですけど、なんかほんまに調整できるんじゃないかっていうぐらい同色ビッグ当たらなかったりしましたね。まあまあ引きが悪いんでしょう。今月は4回ぐらい戦ったんですかね。4回戦って5回戦ってそのうち3回負けてでマイナス8万9000円ということでした。いやーきつい本当にね。まあ来月もこういう調子ですとまあねちょっともうパチンコパチスロ無理かもしれないですね。なんとかメーカーさんもお店さんも頑張ってるとは思うんで皆さんも一緒に頑張りましょう。お店側のコロナウイルス対策はまあ本当万全だと思います。ビニールカーテンもやってるし、しょっちゅう消毒っていう形で台も拭いてるし、もうありとあらゆるところが清掃が行き届いてるっていうのはもう本当によく伝わりますしね。
空気もすごい綺麗です。ほんまに設備投資かけてね、人件費かけてそのあたりやってると思うんで、コロナの方は心配ないと思うんですけどね。まあ今後どうなっていくのか、ちょっとね冷静に周りを見ながらやっていきたいと思います。はい、あと検証チャンネルの方で新しくボートレースの方ぼちぼちやっていこうと思いますんで、まだチェックなさってない方はぜひお願いいたします。ツイッターや各種リンク概要欄にありますので、ぜひチェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。今月は惨敗でした。来月頑張ります。おっす。よろしくお願いします。